元セクシー女優でフリーライターの高梨彩香氏がお届けする連載コラム。2016年に他にやることがなかったからという理由でセクシー女優デビュー。女優生活2年半が経過したところで引退を決意し、現在は同人作品やセクシービデオの脚本などあらゆる方面で活躍中。写真、元セクシー女優で現在はフリーライターの高梨彩香氏 セクシー女優引退後に出会ったヤバい人。世間には夜食の人間は頭がおかしいという人がいるが、これは決して間違いではない。どう考えてもカメラの前で裸になるなど一般常識では考えられない話だし、繁華街で飛び交う大金に慣れきった水商売も、毎日何名、何十名を相手にする生産業も、自ら頭のネジを緩めなければ務まらない。 最初からぶっ飛んでる人も多いけど、とはいえ、夜食は全員あたおか、昼食は全員まとも、と言い切ってしまうのも大変おかしな話である。残念なことに昼の世界にもヤバい人たちは一定数おり、私は業界卒業後に激しく驚いた。この人たちは毎日どう過ごしているのだろうと疑問に思ったほどである。そこで今回は、ライターとして活動している最中に出会った、 昼食のやばい人ダブルコートについて語っていこうではないか。もう数年経っているので、多分時効である。ブチギレ連続の末にばっくれた担当者。ライター駆け出しの頃、私のマインドは、仕事が取れれば何でも良い、だった。とにかくがむしゃらで一件でも多く依頼が欲しかったため、単価の低い案件も、実態がよくわからない会社からもすべて仕事を引き受けた。 そんなことをしていたから変な人に出会う確率は高かったけれども、その中で群を抜いてやばい人間だったのがとある会社の D さん。新人の担当編集らしく、最初は僕も初心者なんで、と腰が低かったものの、いざ仕事が始まると評変。ちょっとしたミスでも、こんなこともできないんですか単価が安いからってこちらの仕事をバカにしているのでしょうか、と激しく詰めかけてくる。 しかも電話ではなく、チャットが朝から晩まで飛んできて本当に怖いのだ。当時はまだライターを始めたばかりで2000文字を執筆するのも一苦労。納品ペースも遅く、自身の力不足が原因だったとは思うけど言い方ってもんがある。申し訳ないけどどっかの小絨斗みたいにねちっこくて、だったらライター、初心者 OK。で募集をかけるなよ、と私はイライラし始めていた。 納品するたびにブチ切れられ、なお絶対に電話はしてこない模様、心をすり減らしたのもつかの間。ある日突然、D さんと連絡がつかなくなったのである。いくらチャットを送っても返信がない。不安に思って取引先に電話をかけたところ、彼は何の前触れもなくばっくれたらしい。急なことで編集部も騒然としていたらしく、まだライター陣に連絡が全くできていない状況だと伝えられた。 B さんとの付き合いはたった2週間だけど、突然やってきた激しい台風に巻き込まれた気分になったのは言うまでもない。